Slow and so diary. Slow and so in more way, part two. 中にも派手の衣装か。オープンって書いてますね。中に入ってみましょう。中のものは写真は写しませんでしたが、詳しく説明書きがありました。そして外には大きな船がありました。駐車場と海辺の間は道になっていて、このように素敵な景色を楽しめます。また海岸沿いにはいろんなお店が並んでいます。この景色も素敵です。白いタワーがブルースカイにとっても映えています。たくさんのお店が並んでいますね。そして船もたくさん並んでいます。ここから見ると岩をもっと大きく見ることができます。実は今回は初めてこの岩のすぐ近くまで来ました。ここはネイティブアメリカンの聖地と呼ばれていたと聞いたことがあります。モルメイトファミリーオブロスモルベイフィッシュメン。日本語で言うと、記念碑モルベイモルベイの、漁師が漁師を失った家族の、とっても切ないですね。けどこの気持ちわかります。さっきのモニュメントからもう少し歩くとビーチになっていました。白いタワーがあんなに遠くなります。結構歩いたようですね。あそこはもともと発電所があった場所と聞いています。その時にこのタワーは作られたようです。近々タワーが取り壊されるかもしれないと記事を見ました。今度一体ないのかしらと思いました。話。そうそう、ここはバードウォッチングも楽しめるところです。
今日はソエンジェと一緒にモロベイに来ていました。皆さんはリラックスできましたか？では次の動画でおしまい。